皆さんこんにちは、青木美佐子です。今日はですね、夜からねインスタライブとあと取材のお仕事があるんですけど、それまではちょっと時間があるので、母とねいつも行っているカレー屋さんとあとカフェとかをちょっと巡りたいなぁと思っていまして、前もね実は去年ぐらいもそのコースを母と一緒に行ったんですよ。カレー屋さん行ってカフェ行くみたいなやったんですけど、まあそんな感じでちょっとね Vlog を撮っていきたいなと思います。はい、ということで今日は島村さんコラボの皆さんコラボのワンピース着てます。これね取り外しできます。で中はねちょっとミルクの昔買ったこのレースのものを着てます。今日寒いので、今撮影している日は1月末ということで寒いので中に着させていただいてます。で、こちらベレー帽なってます。これもニナスさんで、今日は、まあ、ポイントに白っていう感じになっているので、バッグもちょっと白系にしてみました。なんかこう冬だと暗くなっちゃうんですけど、まあリボンをポイントにしているので、まあ、タイツとかも白にして、で靴は茶色で締めようかなって思っているコーディネートでございます。で、今日はですね、こちらの中には、まあ、今ねスマホここにあるのでなんですけど、スマホを入れたりするバッグ、これねこっち側にカードとかも入れられるので、ほんとお財布兼スマホ入れみたいな感じで使えます。でバッグはこれもあの島村さんとのコラボのやつなんですけど、メゾンドフルールさんで出てたこのねチャームがめっちゃ可愛かったのなので一緒につけてみました。で中身はまあ今日一応取材とかがあるので、まあ、メイク用品ですね、メイク道具と、あとおパンチュウサギの中には充電器などなどが入ってます。あと麦茶、これね箱買いしてるんですよ。 200ml のやつ、すごいちっちゃくて持ち運び便利なので。あとは薬入れなどなどです。飴ちゃんとかね、あとマスクと、あとはお財布類です。じゃーん、これもねニナスさんコラボなんですけど、私このお財布だとカードが入りきらなくって、結構クレジットカードも本当に 4,5 枚持っていて、あとポイントカードとかマイセンのあのポイントカードとか持ってるんですけど、そういうのとかだから重要なクレジットカードと、あと何マイナンバーとか免許証とかはこっちに入れて、その残りのマイセンのとかポイントカード、これはプラザのポイントカードだったり、なんかポイントカードいっぱいね今ねスマホにこう連動できたりするんですけど、いろいろ入ってて、でマイセンも私よく行くんで、これねマイセンのスタンプカードとかも持ってるんですけど、こういうのはこっち側の、これもニナスさんコラボなんですけどに入れて、今はお財布を2つ持ちしています。まあ、重要な方はこっちに入れて、まあ、そんなにというか、まあ、ポイントカード系はこっちに入れるみたいな感じでしております。で、今日はまあカレー屋に行ったりとかの Vlog を撮るんですけれども、結構あのベレー帽の被り方についてすごく質問をされたので、まあ、今日は答えていきたいなと思うんですけれども、実はね私前も YouTube で紹介してるんですけど、ベレー帽に仕掛けがあって、これね撮るとじゃーん、中にね実はタオルを仕込んでおります。えって思った方いらっしゃると思うんですけど、なんかねベレー帽ってまああのピンとかで止まればあれなんですけど、結構私ずれちゃったりとか、なんかしっかりうまくかぶれないみたいな時があるというか、まああるんですけど、で研究をした時にまああのね靴下の片方を入れてこう長く、まああんこみたいなのを入れるっていう感覚でこのタオルを私は入れてるんですけど、まあ
こういうタオルあるじゃないですか。まあ何でもいいんですけど、まあ今回のはベレー帽白なので、まあなるべく白っぽい色の方がいいんですけど、まあ柄の方ではなく、まあ透けちゃうと怖いので、透けることはないんですけど、柄じゃない方をこうくるくるって丸めるんですよ。で、あんまり分厚いタオルじゃない方がいいかなっていう感じなので、割と薄めで裏側が白っぽいやつ、あんまり柄がないやつをこういう風に丸めて、それをこの前の部分ですね、イナスさんのこの柄の方にこういう風にこう入れる、仕込むんですよ。で、それをこう被るとこんな感じで被るですね。こう入れ込んで、そうするとすごく可愛く。かぶれますよね。なんか立体的になるというか。で、今回のこれちょっとサマ朝っぽいサマーベレーっぽい感じなんですけど、あのこれは他のね、あの普通のベレー帽でもこういう風にかぶると安定してかぶることができるので、結構ベレー帽こうしなってなっちゃったり、こう立体的にかぶれないよっていう方はぜひね、こういう風にハンカチを仕込んでみるのをおすすめします。はい、ということで私は行ってきたいと思います。では後ほど。ということで、まずは日本橋に向かいたいと思います。私は結構歩き移動とか電車移動が大好きです。靴は島村さんとのコラボの靴、今回のもとっても歩きやすいです。そして日本橋の駅で母と合流しました。日本橋って結構歴史的な感じがあって、よく母とランチしたりショッピングしたりしに行きます。そしてコレド室町にあるカレー屋さんにやってきました。ランチの A を頼みます。野菜とチキンの2種類のカレーがついてきます。まずはサラダを追加で注文して母とシェアしました。サラダはランチセットについていなかったんですけど、なんかサラダ食べたいねっていう話になって、アラカルトで注文してみました。ここのね、ドレッシングがすごく美味しいので、単品にはなっちゃうんですけど、サラダおすすめです。そしてカレーが来ました。野菜のカレーとチキンのカレーです。チーズが乗ったご飯、そしてじゃがいも、すごいボリューミーな感じのランチをいただきます。私は欧風カレーが大好きなので、甘口のカレーをいただきます。はい、そしてメニュー紹介をしています。野菜はね、結構ゴロッと大きめの野菜が入っていて、じゃがいもにはバターをつけていただきます。そしてチーズのご飯、ご飯のボリュームが結構多かったです。そしていただきたいと思います。また下からのアングルで失礼いたします。こんな感じでカレーをつけて食べます。欧風カレーだとボンディとかもすごく有名なんですけど、私はこちらの日本橋のお店よく行きます。すごく美味しくて、結構この時間1時半ぐらいに行ったんですけど、空いていたので入りやすいお店だと思うので、ぜひ皆さんもカレー好きな方は行ってみてください。とっても美味しかったです。はい、続いて日本橋の三越さんにやってきました。三越ではデパ地下でよくチョコレートを買ったりとか、あとこちらのカフェウィンによく行きます。こちら本当にレトロな雰囲気のカフェで、とっても可愛いので母とよくカレーを食べた後に行ってます。本当に昔からあるカフェなんですけど、老舗なカフェになっています。こちらのカフェウィーンはザッハトルテが有名なので、ぜひ皆様行かれる際はこちらのザッハトルテいただいてみてください。メニューはね、たくさんあります。コーヒーのメニューもたくさんありました。注文したのはカフェモーツアルトです。コーヒーの上に生クリームが乗っています。そしてもちろん有名なザッハトルテも注文しました。
カレーを食べた後でちょっとお腹いっぱいだったので、こちらのザッハトルテは母と半分こしました。そして母はお紅茶を注文しました。すごく寒い日だったので2人ともホットでいただきたいと思います。こんな感じです。今日着ているお洋服はイナスさんと島村さんのコラボのお洋服なんですけど、それとぴったりな感じの雰囲気で、もうエプロンとか合わせてみたらすごいこちらのお店にはぴったりなんじゃないかなと思います。ちょっとクラシカルな雰囲気ですよね。今回のカフェモーツァルト、上の方の生クリームをこう食べないと下のコーヒーにたどり着かないみたいな感じで、生クリームもねすごく美味しかったです。ザッハトルテウィーンで有名なので、ウィーンに行って本場のザッハトルテ食べてみたいなと思いました。はい、こんな感じです。またまた下からのアングルで失礼いたします。このねカフェモーツァルトはちょっとお酒がね軽くなんですけど入っているんですけど、私あまりお酒が飲めないんですが、でもすごくさっぱりとコーヒーの雰囲気を味わうことができます。またこのカップがね可愛いですよね。このカップにこう生クリームがこうたっぷり乗ってるのがちょっとレトロな雰囲気があってとっても可愛いです。ザッハトルテ半分こした半分をいただきたいと思います。本当ウィーンにあるザッハトルテ、特にあの猫の舌のチョコレートで有名なデメルっていうお店があると思うんですけど、そこもザッハトルテが有名で、ウィーンにも本店があるようで、私はウィーンに行ったらザッハトルテを食べてみたいなっていつも思いながら、こちらの日本橋のカフェウィーンに行って夢を馳せております。はい、こんな感じでいただいております。今日のコーディネートは島村さんとニナスさんのコラボのワンピースをメインにコーディネートしました。はい、ということでこんな感じです。パニエはね少し少なめのパニエを入れています。リボンが白なので小物も白でまとめてみました。こんな感じです。ちょっとね締めたかったので靴は茶色にしてみました。やっぱりリボンがねすごく可愛いですよね。このリボン取り外しできるのでいろんなところにつけることができます。はい、こんな感じで全身ニナスさん島村さんコーデでお出かけしました。はい、ニナスさんのねゴールドのオリジナルのリボンとっても可愛いです。お腹もいっぱいになったのでこれからお仕事取材に行ってきたいと思います。 Vlog ありがとうございました。